土石流と盛り土の関係を調査します。土石流が発生した川の上流で開発による盛り土が見つかったことを受け、加藤官房長官は会見でその影響について現時点では原因を特定できないとした上で、政府として土砂災害の専門家を現地に派遣する考えを明らかにしました。今後静岡県と連携し盛り土の影響を検証する方向